はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではですね、僕自身の What's in my bag をしていきたいと思います。というのもですね、僕のツイッターをフォローしている人はご存知だと思うんですけども、つい1週間前ぐらいにですね、車上荒らしに遭いまして、僕の仕事道具、いつも持ち歩いているリュックサックが丸ごと盗まれたんですね。で、幸運にも今撮影している iPhone 11 Pro と、そして iPhone 11 Pro を収納するね、こちらのスマホケースに入っている、クレジットカードだったり運転免許証はズボンのポケットに入れていたので、なんとか無事だったんですけども、車の助手席がハンマーかなんかで割られて、リュックサックごと取られてしまったので、もう全く仕事道具がないってなってしまったんですね。で、一応警察には被害届を出して、犯人見つかるかわかんないですし、盗まれた持ち物も戻ってくるかわかんないんですけども、過去に起きたことをね、うだうだ言ってても仕方ないので、これを機に自分の持ち物をブラッシュアップしようということで、新たに新調しましたので、それを簡単にね、今回の動画で紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらのリュックサックですね。CAI のビジネスリュックなんですけども、このリュックサックの何が一番良かったかっていうと、この薄さなんですよね。今、一泊二日で東京に来てるんですけども、今回ね、持ち物を見直したこともあって、そして MacBook とかも取られたので、荷物がかなり減ったんですよ。で、今、スマホ一台だけでお仕事をしておりまして、メールの返信から、こんな風に撮影編集、そして YouTube にアップロード、タイトルだったり、サムネだったりも全部スマホ一台でやってて、あ、もしかしたら MacBook いらないかもなっていうことで、今、スマホ一台で働いてるんですね。ってなった時に、荷物も減ったし、どうすならリュックサックもね、小さくしようと、コンパクトにしようっていうことで、楽天でね、いろいろ探してた時に、これが最小最薄のカバンだったので、こちらを買いました。で、デザインもシンプルですし、モノトーンでいいなと思ったのと、やっぱり薄い分軽かったりとかするし、いいなと思って、こちらを買いました。正直、このリュックサックめちゃくちゃ買ってよかったですね。一泊二日でも全然、持ち物を減らせばこれぐらいのリュックサックで来れます。ちなみに背負った感じがこんな感じですね。続いて2つ目と3つ目がセットなんですけども、こちらの紳士のノートっていうものと、あとは同じメーカーのノートブックカバーですね。で、どちらも B5 サイズで買いました。そうなんですよ。今回の車上荒らしではですね、僕自身がずっと大切に持ち歩いていたノートとかペンとかノートカバーも取られてしまいまして、今回を機にですね、どうせ買うならいいのを買おうと思って、ちょっと高級なノートカバーを買いました。この紳士のノートの特徴としては、高級なだけあってですね、すごい紙質が良くてスベスベしていたりとか、やっぱりね、その外観も高級感があったりとかするので、持ってて気分がすごく上がるっていうのが魅力ですね。で、結構ね、このノートカバーも、僕自身はすごくかっこいいなと思っていて、ちょっとね、普通のノートカバーと違うんですよ。革でできてるのかな？ちょっと素材がわかんないんですけど、革っぽい素材でできていて、あと僕すごい青が好きなので、青いノートカバーを選びました。青ってね、集中力を上げてくれたりとか、リラックス効果を促してくれるので、とてもいいノートカバーを見つけたなと思います。あとノートの特徴としては、線とかが入ってない無地のものを使っていて、で、これなぜ無地のものを使っているのかというと、その線が入っていたりとかすると、その想像力が低下するらしいんですよ。無地のもので、もう自由に書いていいっていうノートになるからこそ、アイディアがたくさん出てきたりとか、創造性が膨らむらしいので、僕自身はずっと無地のものを使うようにしています。続いて4つ目に買ったものはこちらですね。ウォーターマンのボールペンです。で、こちらもですね、青とゴールドのものを買いました。昔は普通の文具店で安い100円ぐらいのボールペンを使っていて、見た目はいまいちだったんですけど、めちゃくちゃ書きやすいボールペンだったので、ずっとそれを使ってたんですね。ただ、今回ね、持ち物を全部取られたということで、どうせ買うなら一度、いいペンを持ちたいと。で、さらに書き心地も追求して、スラスラ書けるようなボールペンを、その車上荒らしに会った当日に、運よくですね、ウォーターマンのボールペンを見つけて、で、先ほどにも言ったように青色で、で、僕のラッキーカラーがゴールドなので、ブルーとゴールドの入ったボールペンを探していたらちょうど見つけて、こちらを買いました。で、
もともとね、こちらのボールペンのインクはブラックなんですけども、その先ほども言ったように集中力を高めたいということで、青色のインクに変えました。まあ、実際これを使ってみての感想なんですけども、やっぱりね、僕普段結構ノートを書くので、やっぱり普段使うものって質がいい方が絶対いいなって思いましたね。まあ、今までも、まあ、確かに書き心地は良かったし、スラスラ書けてたんですけども、やっぱりなんせ見た目が安っぽいというか、あまり気分が上がらなかったんですよね、今と比べても。まあでもね、やっぱりペンが高級になった分、お気に入りのペンになった分、やっぱりペンを手に取った時だったりとか、ノートにね、書いてる時はもうめちゃくちゃ気分が上がるんですよ。なんか自信がついてくるというか、お気に入りのノートと、そしてペンを持っている自分かっこいいなみたいな、ちょっとナルシストチックなんですけど、まあでもね、やっぱりね、そんな風にお気に入りのものを持つからこそ、結構ね、心の内側から自信が湧いてくることもあるので、まあ僕自身すごい買ってよかったなって思います。続いて5つ目に買ったのが、こちらの圧縮袋ですね。まあこれは以前動画でも紹介したんですけども、その車上荒らしにあってですね、まあこれも取られたんですよ。なので再度買い直しました。メーカーはちょっと何て読むかわかんないので、こちらですね。まあこれですね、まあ実際使ってて、まあすごく良かったので、再度買いました。まあさらっとね、この圧縮袋の特徴を言うと、まあ実際ね、今こんだけぺったんこなんですけども、衣類がすごい入るんですよ。で、何着か入っても、そのすごい圧縮される、体積が2分の1ぐらいに減るっていうのと、あとは、その洋服を入れる箇所が2箇所あるんですね。この白いラインを挟んで上側と下側で衣類を収納できるんですけど、これ2つに分かれている理由は何かというと、その着替える前の服と着替えた後の服を分けることができるので、まあ、清潔に衣類を保てるというのが、まあ、特徴ですね。で、今僕がここに入れてるのは、まあ、パンツと靴下と、あとは同じこの洋服が1着入ってるんですよ。なのでかなり薄いんですけども、まあ、冬服ってなんかニットとかでかさばるじゃないですか。まあ、それでも全然こちらの圧縮袋で入ったので、これはすごい買ってよかったなって思います。続いて6つ目に買ったものは、こちらの巻き取り式の充電ケーブルですね。まあ、これはタイプ A とライトニングになります。僕昔、まあ、普通にケーブルがついた充電器を使っていて、もう毎回その縛ってたんですよ。まあ、それが鬱陶しくて、数ヶ月前ぐらいから、まあ、こういった巻き取り式の充電ケーブルを使ってるんですけど、これめちゃくちゃおすすめです。もうなんて言っても、まあ、スペースも取らないし、縛らなくていいっていう、もうそれだけでストレスが減りました。で、使うときはね、こんな風に伸ばして、で、多分これ1メートルぐらい伸びます。で、使わないときは、こんな風にね、ちっちゃくなるので、もう全然ね、収納とかも必要ないし、もう本当に僕自身、これ持ち歩くときは、もう裸のままこのリュックサックに入れてるんですよ。だから収納ポーチとかもいらないので、すごく身軽になったなって思います。そして7つ目に買ってよかったのがこちらですね。アンカーの急速充電器兼モバイルバッテリーですね。こちらですね、こんな風にコンセントにさせるようになっていて、これ自体でもその急速充電できるし、で、全然コンセントがなくても、こいつ自体がモバイルバッテリーになってくれるので、すごくこれも買ってよかったなって思います。僕の場合はね、結構その電車移動だったりとか、まあ、あっちこっち全国転々とすることが多いし、かつ、まあ、こんな風にね、動画を撮影してるとスマホの充電が結構早くなくなるんですよ。だからこそやっぱりモバイルバッテリー兼その充電器を一つにまとめたものっていうのが欲しくて、で、まあ、結構ね、これミニマリスト界では結構有名な充電器なんですけども、アンカーのを買って、まあ、すごく良かったなっていう感じです。続いて8つ目に買ったのがこちらの折りたたみガスですね。以前はマブっていう折りたたみガスを使ってたんですけども、以前ミニマリストアツシさんのお宅訪問した時に、アツシさんが持ってたのもワンタッチ式の折りたたみガスだったんですよ。で、マブは確か3000円とか4000円するんですけど、これセブンイレブンで売ってて、セブンイレブン確か1000円ぐらいで買えるんですよね。だから3分の1ぐらいの価格で買えるんですよ。で、どうせ買うなら同じ機能とか能力であれば安い方がいいじゃないですか。なので僕自身もセブンイレブンで買いました。他にも僕自身こっちの折りたたみガスの方がいいなと思ってて、なぜかというと、まずここチャックついてるんですよね。で、チャックを開けて、まあ、こんな風にね、簡単に取り出せるし、あと傘をね、出し入れしやすいんですよね。あとはね、まあ言うまでもないんですけども、
ワンタッチで傘が開くと、はい、まあ、すごく楽だなっていうのをすごく感じました。まあ、非常にコンパクトだし、持ち歩きも便利だし、まあやっぱり通常のビニール傘を持ち歩くとですね、まあ、片手が埋まるわけじゃないですか。そうするとやっぱりね、僕自身はどうしても身軽じゃないなっていうふうに思ってしまうので、このワンタッチ式の折りたたみ傘買ってすごく良かったなと思います。続いて9つ目に買ったものはこちらですね。iPhone 11 Pro になります。これもですね、まあ、その車上荒らしにあった時は僕のポケットの中に入っていたので、もうこれもね、盗まれなくて良かったなと思いました。これ結構高いんですよね。3万円ぐらいするので、でこれはですね、まあ、実際なくなったとしても同じのを買うと思います。まあ、なぜかといったら、やっぱりノイズキャンセリング機能がね、めちゃくちゃいいんですよ。まあ、僕みたいに結構ね、全国転々としたりとか、新幹線乗ったり飛行機乗ったりしてるとですね、その騒音がすごいうるさいんですよね。結構僕移動中に編集したりとかすると、その声が聞こえにくかったりとかすると、編集で間違える場合があるんですよ。聞こえにくくて。ってなった時にノイズキャンセリングで周りの外の騒音をかき消すことによって、もうすごい編集に集中できるようになるので、まあそういった意味でもですね、これめちゃくちゃ買ってよかったですね。あとは散歩中とかにも結構僕の好きな音楽を聴きながら気分を上げながらお散歩できるようにもなったかなと思います。続いて10個目、僕自身が持ち歩いているものは今撮影している iPhone 11 Pro ですね。まあ、この iPhone 11 Pro の特徴としてはやっぱり何と言っても画質がいいことと、あとは超広角なことですね。今インカメで撮っているので超広角ではないんですけども、普段僕自身動画撮影するときは超広角で撮ってて、もうすごい画角が広いんですよ。だから、まあ、やっぱりその撮影をするとか YouTube をやる上では間違いなく iPhone 11 Pro でやった方がいいなって思いますね。で続いて、まあ、12個目って言っていいんですかね。持ち歩いてるものはこちらのスマホケースと、あとは JCB カード、ビザカード、運転免許証ですね。まあ、僕自身はずっとこの手帳型のスマホケースを使っていて、まあ、なぜかというと、まあ、僕自身ね、普段も財布を持ってなくて、もうキャッシュレス生活で現金も使うことほぼないんですよ。9割ぐらいはもうキャッシュレスで生活できるので、まあ、そのお財布を持たないことによってお財布をなくすリスクも減るし、でスマホだったら絶対に肌に離さず持ってるじゃないですか。だからなくさないし、これが一番安全であろうと。さらに僕結構昔スマホを落として画面がバリバリに割れたことがあって、まあ、それからもうこういった手帳型のを使って、まあ、普段使わないときはね、こんな風に閉じれば、たとえ落としたとしても画面が割れにくくなるっていう意味で僕自身手帳型を選びました。続いて13個目のアイテムは、はい、こちらですね。ミニ三脚です。これはですね、例えばその飲食店でご飯するシーンを撮るときに、やっぱり大きい三脚をテーブルの上にボンと置いてると、まあ、恥ずかしいし、ちょっと迷惑だなっていうその視線を感じたりとかね、するので、まあ、やっぱりね、撮影するときはなるべくミニマルに行きたいなっていうので、ミニ三脚を一つ僕自身持ってます。で、この三脚の特徴としては、まあ、本当にね、片手に塗るサイズっていうのもそうだし、使わないときはすごくコンパクトに収納できるんですよ。こんな感じでね、もうめちゃくちゃコンパクトに収納できて、でもこれだったらね、全然もうポケットに入れて移動して、あ、ちょっとここの風景を撮りたいなって思ったときに、パッとポケットから取り出して、で、パッと開いて、で、まあ、ここにスマホをセッティングして、録画ボタンを押せばね、もうすぐに撮影できるので、まあ、これもね、すごく買ってよかったなって思います。続いて13個目、僕が持ち歩いているものは、今撮影で使ってるんですけども、三脚ですね。先ほど紹介したこちらのミニ三脚とは別に、普段のそのコラボ撮影だったりとかで使ってる三脚なんですけども、まあ、高さがね、1メートルぐらい、出るんですよ。全部伸ばすと。でも縮むともう片手に乗るぐらいの短さですね。まあ、これぐらいの短さになるので、まあ、すごくコンパクトで軽くて持ち運びも楽だし、この薄くて小さいコンパクトなリュックサックにも全然入る大きさなので、僕自身はこの三脚を選びました。昔はね、結構ごっつい三脚とかを使ってて、で、重くてしょうがなかったし、組み立てとかもめんどくさかったりとかしたんですけども、まあ、今ね、この三脚を使うようになってから持ち運びも楽になったし、結構ね、そのルームツアーとかでね、もうワンハンドでね、結構身軽に撮影できたりとか、
できるようになったので、まあ、すごく買ってよかったなって思います。結構ね、いろんなミニマリストさんのお宅を取材するんですけども、大体どのお宅にもこの三脚ありますね。ぜひ YouTube 始めたい方だったりとか、撮影がご趣味の方はぜひ買ってみてください。続いて15個目に持ち歩いているものは衣類ですね。はい、まあ、先ほど紹介したこちらに入ってるんですけども、先ほどにも言ったように今僕1泊2日で東京に来てまして、はい、もうこれだけしか入ってません。靴下とパンツと、そして、まあ、今着てるこの T シャツがもう1着ですね。はい、だからもう全然余裕ですね。で、明日はここにある衣類を着て、で、脱いだ服は反対側のこっち側に収納して持ち帰るっていう感じです。で、続いて最後16個目は本ですね。まあ、僕は結構出先とかでも本を読むことがあるので、結構本を持ち歩くようにしています。やっぱりね、1時間半2時間とね編集してると疲れてくるので、まあ、やっぱ気分転換だったりとかね、なんかやっぱちょっと違うことをすると、その集中力が維持しやすいので、ちょっと編集疲れたなと思ったら本を取り出して、30分1時間ないし勉強して、で満足いくまで勉強したら、よしじゃあまた編集しようみたいに、ね、結構やることが変わると気分も変わったりとか、モチベーションやる気が維持しやすかったりとかするので、結構このやり方おすすめなんですけども、まあ、そのために本を一冊持ち歩いてるっていう感じですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、僕自身が今回車上荒らしにあって持ち物を全部持ってかれて、新たに新調した持ち物アイテムを紹介してきました。で、今回は実際に僕自身が1泊2日で持っていくアイテムですね。まあ、普段ね、買い物で出かけるぐらいだったらもうスマホ1台で全然出かけるんですけども、まあ、もしね、皆さんが1泊2日で出かける場合の参考にしていただけたらなと思います。まあ、こんなにも少ないアイテムで身軽に移動しているミニマリストもいるんだよというのをぜひ知っていただけたらなと思います。そして今回ご紹介したアイテムを買いたいとか、もっと詳細を知りたいっていう方は、こちらの動画の下のコメント欄に楽天ルームのリンクが貼っておりますので、そちらに今回ご紹介したアイテムのほとんどは掲載してありますので、ぜひね、そちらを覗いてみてほしいなと思います。ということで今回の動画を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。